はい、ここではね、どうすれば現代文の成績は安定するかなということについて一緒に再確認していきます。で、文系の人はね、もちろん知っておく必要があるし、理系の人もね、国公立受けるんやったらセンター試験で、まあ、配点はね、現代文100点で少ないけれども、やっぱりね、今までみたいにこう、うわ、相性のいい問題やったからほぼ満点でしたわっていう時もあればね、ああ今回相性悪いから全部ダメでしたわっていうような時もあるんですね。やっぱりこう、相性だけ、センスだけでいこうとしたら、どうしても成績は安定しないと。どうやったら成績は安定するかな、そのやり方を知ってね、それを意識して練習するだけで、もし現代文の成績が安定し始めるなら、これはやっぱ嬉しいことですよね。だからここではね、この現代文の成績を安定させる方法、そのやり方を知っておこうというところです。効率のいい筋トレの仕方を知って、筋トレしたらすごい早く筋肉が身についていくじゃないか。それと一緒ですね。効率のいい現代文の成績の安定の仕方を知っておいて、それで現代文の勉強したら、ちょっとでも早く現代文の成績安定していくんじゃねえのっていうことなんです。で、学校とか塾の現代文の先生は言うんですね。そしてセンターの問題などね、学校や塾の先生っていうのはもうほんま安定して正解できます。もうほぼ間違うことがないです。ね、なんでなんやろあれ。センスがあるからかなと。違うんですね。だって、ほんまに、ね、学校や塾の現代文の先生って、センスちゃうでって言いますよね。ほんまにセンスじゃないんです。客観的に、冷静に、ね、本文の中からデータを拾い出して、それで正解を見つけてる。だから正解できるんですね。センスじゃないと。じゃあ、なぜ正解できるかっていうと、今言った通り、この読解力が自然と身についてるからなんです。読解力。読む力と解く力です。読解力、読む力と解く力です。読む力っていうのは、筆者の主張を読み取る力です。ね。センターの評論とかね、まあ小説もやけども、筆者が何かを僕たちに伝えたい。何かを伝えたいと思って書いてるんです。その伝えたいこと、筆者の伝えたいことを正確に誤ることなく読み取れてる。だから正解できるんですね。そして解く力、解く力っていうのは正しい答えを見つけ出す力です。ね。こうセンター試験って罠のような選択肢がいっぱいあるんですね。はじめに選択肢1から5まで見ちゃうと、どれも正解のように見えてくると。その中から一体どれが正解なんや、正しい答えを見つけ出す力。それが解く力なんですね。学校や塾の現代文の先生っていうのは、この読む力と解く力がもう自然と身についとると。だから、ほぼほぼ間違うことはないんですね。で、とても大切なことは、それ、両方が大事なんです。読む力も解く力も、両方大事なんです。もし今、現代文僕スランプですわ、私スランプですわ、こんなに頑張ってんのに、ね、頑張ってんのに伸びへんわっていう人がおったら、この二つのどちらか欠けてないか、もう一度再確認してみてください。例えばね、よくあるケースが、解く力だけ鍛えちゃってる人です。本屋さんに置いてる参考書とかを見ると、やっぱりテクニック的なことをすごい書いてる参考書もあるんです。それ決して悪くない。悪くないんです。ね、テクニックめちゃくちゃ大事です。やっぱ正しい答えを見つけ出す力が鍛えられます。ただ、解く力だけを鍛えても、まさに木を見て森を見ずみたいなもんで、そもそもそんなこと聞かれてないですわ。でも本文に書いてるからっていう理由だけで答えを選んじゃうことがあるんですね。例えばすごい簡単な文章で言ったらこうです。太郎はどんなスポーツが好きですかって言ってんのに、キャベツみたいな答えなんですね。で、実際本文の中にはキャベツがあるんです。でもそんなことそもそも聞かれてないと。本文に書かれてるとか、それだけで答えを選んじゃって、そもそも大筋がずれた答えをして間違うっていうのがよくあるんですね。だから解く力だけだとダメやと。逆に読む力だけでも困りもんですね。だって筆者の人が読み取れたとしても、さっき言ってた通り選択肢の罠に引っかかる可能性があるんですね。この罠を回避するのがこの解く力なんです。だから両方大事なんですね。だからスランプに陥っちゃってる人は、どっちか欠けてないかなっていうのをチェックしてみてください。で、とにかくこの読む力も解く力も、とにかく筋トレと一緒なんです。つまり、とにかくその意識して実践していくと。ね、筋トレかってどんだけすごい筋トレの方をしてても、実際に自分で体を動かすのは筋肉ついていかないですよね。それと一緒です。どんだけ読む力とか解く力のことを分かってても、それだけではね、筋肉と一緒についていかないと。とにかくこの2つの力を意識して実践していくことやと。
で、この動画のシリーズでは、ここではこの読む力とか解く力についてより具体的に知れるように、読む力とは何ぞや、解く力とは何ぞやっていうのをより具体的に知れるように、ここから動画を更新していきます。